こんにちは。私は銀河の光の勢力の使者であるカーラであり、私の直接の責任はアシュター司令部と直接仕事をしています。地球に似た新しい惑星へのアセンションする準備ができていない人たちのための移行に関する最新情報を共有するために戻ってくることができて嬉しく思います。その惑星は人類が3次元からより高い領域へと進化するのに必要なだけの時間をかけることができる遠く離れた銀河に選ばれました。そこへ行く船はほとんどないので、人類が居住していない銀河で問題を起こすことはありません。人類はその宇宙で唯一の生命体となるはずで、その部分には銀河文明は住んでいません。人類はここ母なる地球ではお荷物になっています。アシュター司令部は他の文明が彼らの援助を切実に必要としているため、彼らの進化をあまり長く待つことはできません。銀河の光の勢力は何千年以上もガイアの周りにいます。人類の新しい惑星は地球の10倍の大きさでゼクサと呼ばれています。人間の武器と貨幣システムはゼクサには移されません。また闇の存在も取り残され、彼らの魂はユニバーサル意識に奪われます。人類はエゴではなく魂に導かれることでどのように進化し、自分たちの人生を別の方法で扱うかを理解する必要があります。銀河の光の勢力がこの決定を下した理由は、眠っている人々を新しい場所に移動させるためです。今地球は惑星ガイアと人口を安全に保ち、そこに住む他の住民と共に天の川銀河を破壊する闇を許さないために多くの銀河資源を奪っています。ディープステートは力を失いつつあり、彼らの行動が高い知性を伝えないため日に日に暴露されています。ダークエンティティは人類の滅亡と世界の混乱にしか関心がなく、人々を恐怖に陥れ、ネガティブな行動で皆を奴隷にしています。一部の人間はまだ彼らを信頼し、彼らの計画に従っています。彼らは発動、病気、性別の混乱、紛争、戦争など様々な手口を使ってあなた方の惑星を徐々に過疎化させています。私のチームは母なる地球の周りの宇宙を見下ろしています。ほとんど毎日ポジティブなふりをしたネガティブな企業が人類をスパイしコントロールするために宇宙空間に衛星やロケットを打ち上げています。これらの衛星やロケットは出来が悪く、簡単にバラバラになり、地球周辺の大気圏で爆発します。このため、宇宙空間に多くの破片が発生し、これらの大きな破片が地球に落下してきます。私たちは、このような大きな破片が地球に降り注ぐ前に破壊するのです。同じネガティブ企業が人間の脳にチップを埋め込もうとしています。人間の軍曹が頭蓋骨に穴を開け、大きなロボットが針を使って64本の細いワイヤーと16個の電極を脳に通します。この手術はあなたが生き残ることを前提に人体に多くの問題を引き起こします。物資や食料が不足しているというのは嘘です。世界中のすべての人に十分な食料と基本的な必需品があります。食料品店がどれだけの食料を廃棄しているか、他の店がどれだけの商品を廃棄しているかを見れば、あなたはショックを受けるでしょう。あなた方の惑星には、長い間、繁栄し、調和と平和の中で暮らすために必要な資源が全てあります。私たちは何度も自分の全存在が、この発言に同意しない限り、誰の発言も信じるなと言いました。医療用ベッドについては、大きな詐欺です。注意し、治療を受けるために、契約したり、お金を払ったりしないでください。
この先端技術は無料で利用できるようになります。あなたがアセンションすれば、あなたの体はライトボディに変化し、このような低い波動の治療を必要としなくなります。また銀河系での戦闘で怪我をした場合は、高度な装置を使い素早く痛みなく体を修復することができます。どうかあなた方の波動に集中し続け、闇があなた方を支配し操る機会を与えないでください。彼らの悪行は日々暴かれ、もう隠すことはできません。光は勝利し、新しい地球に待望の平和と調和をもたらすでしょう。銀河の光の大使、ありがとうございました。私のチームと私からの最高の愛を受け取ってください。私たちが話しているように、欺瞞の壁は崩れつつあります。